ジョーカーだ。マンバじゃねえぞ、ジョーカーだ。コンコルド番組だな、新番組だな。間違った、コンコルドチャンネルだ。いろいろな、ちょっと段取りがな。というか、ジョーカー緊張してまーす。ですね、ちょこれやり直そう。さすがにやり直そう。これはまずい、これはまずいって。いろいろなんだよ、事情がよ。いくらなんでもよ、コンコルドチャンネルのな、新番組だ。あのな、ジョーカーだ、わかった。というわけで、この番組はな、精鋭のパチプロとかスロプロの人をたくさん集めてガチで勝とうっていう番組だ。本当にな、憂鬱なんだよ、言っときますけど。やり直すよ、今すぐ。うるさい。コンコルドだ。難攻不落と世に7回コンコルドだ。ジョーカーはな、もう20何年この仕事やっとって、全国いろんな法人に立ち入っとるけど、事務所入ると直立主導する法人が2つある。一つはな、社長がマシンガンぶっ放すからちょっと種類が違うが、ここはなる法人だ。そこでな、こんな格好でな、やらされるんや。ということで、精鋭を呼んでいこう。もう段取りはあいつらに喋らせるわ。最悪だよ。おい、スペード来い、スペード。きっつ。来た。スペードこと、ジャンマリノとディビジローです。よろしくお願いします。僕らより緊張されてません？うるさ。うわ、じゃあさっきまで何も喋ってなかったくせに、何やお前。びっくりするぐらい入りづらかったんですけど、はじめましてで、ね、こんなことでもなんなんですけど、うわ、最初からきつーと思ってましたもん。すいません、すいません。いや、すいません、本当に。俺の言う通り動いてもらわない、困るな。わかりました。コンコルド倒すんやぞ。はい、もうパチスロに関しては、今年まだ負けてないぐらい強いですから。ほんまやね。ええ、花火の目押しできんひたやなかったっけ。あらまとめサイトの方ですよね。うるせえよ。こいつがスペードだ、はい、わかった、はい、ジローじゃねえぞ、スペードだ。よし、次呼ぶぞ、クローバーの人。クローバー、さあ、来た来た来た。おっす、クローバーです。得意技は、得意技は、誰にも負けたことはない。あ、ありますよ、いいな。ステージ止め、ステージ止め、ステージ止め、負けません。地味やな、丁寧な、丁寧な、はい、それごときじゃ倒せないかもしれないよ、コンコルドは。いやいやいや、いろんな、いろんな台をやっていくんで。いろんな台をやっていくんで。出禁になったり、ホルコにアラートになったりするぐらいやれよ。数字変わるぐらいは微妙かなと。微妙ですかね。適度な、ケースバイケースで。スペードだ、覚えてくれ。スペードだ。スペード僕です。あ、間違えた。クローバー、クローバーだ。あ、じゃあ次やるぞ、次ダイヤ。世界一のスナイパーダイヤです。いや、ちょっと一回落ち着こう、みんな。ふわふわしすぎ、はい、本当に見てて、こっちがもう心臓が止まりそうな気になってるんで。みんな胸が痛いとか、はい、落ち着きましょう。あ、本当に痛くなったことないとこ痛なってますもん、この辺の。これどうまとまるかも本当不安でしょうがない。向こうでもじゃもじゃがこれやべえなって。やべえ。やべえ。どうすんだよ、ちょっと頼むだ、ディレクター、頼むぞ。俺、先輩がこんなになんかこういうかっちり決まった現場に弱いって初めて知りました。どんだけアドリブの世界で生きてきたのかだと。スペードに言っといたやん、俺も決め物できんから頼むで言って。言うといた。あと不安な時ほど人ベタベタ触るから。あ、そうなんですか。それよっしゃ、行くぞ、ベタベタ触りたいの。ハート、ハート来い、ハート。はい、どうも。ちょっと癖が強そうな男性陣の中に咲きます一輪の花、神谷玲子です。よろしくお願いします。バカなゴンだ、ありがとう、バカなゴンだ。ハートです。という、スペードとからハートにかけて。スペードしか言えないの。しかも、ポンコツすぎだよ ね。すいません、スペードからハートにかけての4人ってコンコルドを倒すぞという番組だ。
君らはコンクールで打ったことあるか。あります。あります。はい。今まで打って一番ひどかった店を思い出せ。それがどっち。ジョニダンぐらいだ。ごめん、例えがわからない。全然汗が止まらない。ちょっと翻訳してくれ。汗が止まらない。ちょっと頼む。飲んでる。いや飲んでないっていうか、もう本当にこんなになってます。見てでしょ、さっき事務所行くとはぁはぁってなる法人だって。始まる前のあの大御所館どこ行ったんすか。すいません、空気すごかったのに。確かにね、空気出してたじゃないですか、本番前の。あれどこ行ったんすか。田中さん何打ちます。ってやってたね、あの感じ。やっててもらっていいですか。大船感出してたじゃないですか。いやもうちょっともう、すごい脇汗ひどいことになってるんで。ということだ。わかったか。全然わかんない。全然わかんない。あのな、言っとくわ、これ家庭っていうことしか言われてないんだ。とにかく家庭。あ、とにかく家庭ね。家庭、はい、しかもその運任せ俺らじゃない。ちゃんと戦略を立てて。お前得意技なんや。僕はあの、まあ、パチロも全般得意です。得意。はい。花火以外。花火そうです。花火以外得意な。すいません。はい。あ、じゃあお前はスロットやれ。はい。スロットやれ。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って、もういい加減にしちゃえよお前。ほんとにそう。ちゃんとそのなんか肉付けする係君ら。いやいや骨もないのよ。あの肉付けないよ、骨が必要じゃん。野球の監督は家庭でしょ。打撃コーチとかが、あ、じゃあ今バントとかやるやん。で俺は家庭っていうか、いやバントとかそういう係。はい、よし、スロット。よし、スロット全般得意。あの、まあ、大の知識とかやっぱ詳しいです。知識担当だね。知識担当。あ、ブレードは灰色の脳細胞でビビビみたいなのやってくれる係。はは。あと、そうか、あの改めて言わせてください。あんま動くなって言われました最初に。このご時世ですからね。このご時世。はい。じゃあ、まあ、戦略担当な、はい、任せてください。お前は何が得意だ。僕パチンコが一応得意です。パチンコってパチンコ秘書ガイドなんで。お、はい。スロット。スロット。パチンコ、はい、スロットです。スロット。パチンコ、スロット、どっちもいけます。ちょっと待って、普通に打つだけになってるよ。普通に打つだけになってるね。なんかこれ戦略を立てるんだ。得意技があるだろ。なんかあったらステージ止めだ。ステージ止め得意です。お前はなんだ。目押し得意っす。目押し。はい。私エンジョイぶっ込み担当でいきます。はいはい。ジョーカーピリッとした。あれ違かったね。初めてジョーカーがピリッとした。ピリッとした。あのな、あれ見たけだろう、企画書。カチカチの戦略で勝てって書いてあるやつ。いや、あの本当言いたい、見たんですよね。見たジョーカー見ました。見ました。分かったか。はい。そんな感じでやっていくぞ。どんな感じですか。え、これって、はい、要はリーダーの指示のもと我々がコンコルドに行ってそこで立ち回って勝つっていうのを目的にするわけですよね。おーい。やる。さすがダイヤ。いや、なんか喋れよ。戦略、今日はこれを打つんだみたいな感じをするから。あ、指令を出してくれ。じゃあ、なんか打つ台はこうやって引くらしい。はあ、はあ、なるほど。あ、何の機種でもまあ我々勝てますから。そう、確かに大丈夫ですよ。出る、はい、なんか出るとする、はい、はいはい。これはですね、機械割りがこう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 で、はい、ゾーンがこれこれこれで、じゃあこういう風に打ちましょう。パチンコは出るとする。これはステージ止めが効くから、はいはいはい、はい、こういうとこお得だよとか、うっそろかこせとか。あ、つまりはコンコルドで勝てっていう割にはなんか指定されるわけですね。我々ぐらいの声援になるとなんか指示出されてもその指定の中で勝ってやるぞと。なるほど。何もなければ我々勝つのは当然じゃないですか。あ、何もないでしょ。1個2個ぐらい足かせがないと。なるほど、はいはい、100戦で。なるほど、おかしいな。だから我々は足かせ連れてホール行って打つわけですから。機種指定とジョーカーっていう足かせ。なるほど。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。そこはやめてほしいですかね。いや、このオープニングでちょっと足かせ感が強まったんで。完全に出てます。完全にお荷物ですよ。もっとデントしてるもんだと思ってました。ちょっとサングラスムカついてきましたもん。じゃあ、あのキャラ作りがまだ定まってない段階で本番始まっちゃってるんで。なるほどなるほど。で、何してくれる。癒し係か。肩も見ます。肩も見ます。
ジョーカー言っていいっす、あれは。あれは言っていいっす。あれは今ここで舐めてます。下ネタを入れていいかどうか今考えたんだけど、はい、一応やめとこうかな、はい、ダメです、ダメです。あ、ダメですよね、一応ダメですよね。でもハート本番になったら全然すごいですから。ここに選ばれてるってことは、うん、こう言って、はい、そうですよ、すごいですよ。しかもあの T シャツの素材が一人だけ違うんだ。あら、あら、我々メッシュ素材ですからね。ちょっといいやつ、ちょっと高いやつ、はい。よし、それを存分に発揮して勝ってくれ。了解です。素材を発揮して勝つの、いいな。どうまとめていいかが分からないんだよ、これ。これじゃあ万が一勝てなかった時はどうなるんですか。あのな、そこだ。お、君らに買ってもらわなきゃいけない理由がある、はいはい、なんか異常な罰を受けろって言われているんだ。異常な罰異常な罰異常な罰、あんま聞いたことないですよ、異常な罰。異常な罰って言われてるんだ。お、勝てるっていう手前始まってますから。そう、勝たなきゃいけないんだ。だから負けたら、あのな、ジョーカーが君らにはない。あ、僕らには何にも罰はない。ジョーカーが全部引き受けるなあ、心強いだろ。じゃあそこの決断持ってくれるっていうことなんだ。そうだよ、うん、だから安心して、なんか負けられたら困るから。いや、僕らからするとこの先輩に借りるというか、そういうの、ん、一番嫌なんで、うん、ですよね。気使いますよね。まあ、ずっと何年も言うタイプ、はい、ジョーカー。何年かに1回しか仕事しなくても、はい、そのたんびに言われる可能性あるんで、うん、で、君の会社の上とかに言うタイプ。上、会社とかに上からくるの一番嫌だな。立ち悪いジョーカーっすね、これ。上とかに取引先とかに言うタイプ、一番嫌ですわ。意外に腹黒いんですよね、マリブル。一緒に仕事したことあってとか、やめてくださいよ、本当に。勝つんで。まだ勝ってくださいね、はいはい、そういうことなんで、罰は引き受けるから。そういう一連だ、一連で監督多数一人ずつやっていく。おお、ペアで頼りになりそうなのは君だ。はい、任せてください。ちょっとやっぱ信用できないお前は。信用できない。いや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 、まあ我々に依存はないですよ。はい、我々はやるだけですから。じゃあ今呼ばれた日に行って。よし、じゃあ締めてくれ。俺どう締めていいかわからないから。締めろこの一年を。いいな。三二。俺が締めるぞ。そう、はいはい。そう。クローバー締めろ。コンコルドチャンネルで我々戦っていきますので、上昇必須で、はい、ね、はい、負けたら罰ゲーム。ということで、勝ちを狙う番組だ。持っていかれた、持っていかれた。そうもうジョーカーが好きなようにやればいいと思います。やっぱなんか締めよう。ジョーカーが行きましょう。ジョーカーが行きましょう、これは。それぞれで締めをやってみよう。そんな感じで。それぞれの理解度によって戦略が変わってくるんだろ。はい、3、2、まあ、ジョーカーと共にですが、私パチスロに関してはこと負けたことがございませんから、うん、そうだ、しっかりと、まあ、ジョーカーにさすがスペードだなって言わせるように精一杯頑張りたいと思います。いい締めだ。よし、クローバー3、2、はい、はい、ジョーカーと2人で、まあ、ジョーカーの飲み代を稼ぐつもりで、頑張りたいと思います。いいね。よし、いい締めだ。行くぞダイヤ、はい、3、2、はい、皆さんも不安だと思います。でも我々が一番不安です。ただこんなヘッポコな、何これ、 2,4,5 人で、見事勝利できるかどうか、この先ご覧ください。そうだ、いいね。じゃあ最後キリッとお願いしますよ、はい、ハートさん、はい、3、2、はい、はい、ジョーカーに怒られないように楽しんで勝ちまーす。怒らない、怒らない。いい締めだったな。終わってねえバカ野郎。あら、タイトルも言ってねえじゃんこの野郎。タイトルも言ってねえだろバカ、バカ野郎。なんだ俺ふわふわしてんのお前。タイトル、おい、やってんだお前。お前ら一人ずつジョーカーのお前決定権、一人ずつ言えよ。お前こんなのお前ほっといてどうすんだお前。一人ずつ言えよ決定権。ジョーカーのもうすごい緊張しいです。こんなんもう何十年もやってる思われへん。誰やこれ頭立てた。 P 前提のトークが多すぎる。何にも P のこと言ってない、しまいとも言ってない。いつもいつも見てる、いつも見てるところで。次、とにかく金遣いが荒い。次、前に出てこないで。前に出てこないで。これもう罰ゲーム決まってるから。お、罰ゲームザクッとやってマイナス終わったらもうコンコロできんだ、できん。一切立ち入らせんやから、一切立ち入らせんやから。できん、ジョーカーができん。
負けたらできん。できん？ジョーカーをできんにするための番組。ジョーカーを守るのはお前らなんだよ。このふわふわしたジョーカーを守るのはお前ら4人なんだよ。俺たちしかいないのか。そういうことか。頼みますね。本当にまあまあ、依存度高めになってるからね。確かに。だから頑張ってくれよ。最後決めろバカ野郎。じゃあ行くぞ、俺たちガチ打ち部隊 C チーム、頑張るぞ。ことパチスロということに関しましては、私黒バラ軍団というところに所属させていただいておりまして、まあ、それ負けると脱退するというルールでやっておりましたんで、まあ、過去の話で申し訳ないんですが、私デビューから11連勝したりだとか、たくさんの伝説記録を作ってきましたんで、負けるわけにはいかないですね。勝つことだけは得意ですんで、精一杯頑張ります。ノルマは1万円ということなんですけど、まあ、あの他のメンバー見てもらったら分かりますよ。クローバーだダイヤだハートだ、全員グズでしょ。グズばっかなんで僕が勝ちますよ。何が1万円やと。2万も3万も買ってやりましたよ。はい、他の人の分まで買ってやります。はい、ステージ止めですね。やっぱこうワープに入った瞬間、やっぱ僕ら瞬間に止めるんで、揺らいでからじゃなく入った瞬間、乗り上げそうな球見つけた瞬間止めたりします。あ、そうですね、打ち出しを止めて、球が邪魔しないように、しますね。あんまり深いこと言うとガチの人が叩いてくるんで、あんま深くは聞かないでください。ゆらって、もうゆらってなる前に止める、もうそれだけです。まあ、自信がないやつはこれ来ちゃダメですよね。どんな面下げて来てんのって話になるじゃないですか。もちろんありますよ。自信しかないです。まあ、1万円でしたっけ。1万円じゃ効かないですよね、やっぱこれがあるんで。1万2000円ぐらいは。はい、まあなんすかね、まあ目押しとかになるんすかね。はい、まあやっぱ経験値は長いんで、昔からやってますんでね。まあ言ったら多分リーダーに、ジョーカーに一番年齢が近いのが僕なんで、昔からやってますから。まあパチスロに関しては立ち回り全般そこそこできると思いますし、まあまあ目押しも普通にはできんじゃないですかね。はい、ジョーカーを助けるぐらいの実力はあると思ってます。まあ目標金額1万だったら、まあちょうどいいぐらいなんじゃないですか。まあ技術使えて稼ぐには1万ぐらいだったらちょうど、まあいけるっしょみたいな、はい、感じだと思いますけど、まあ、逆に1万ぐらいでいいのかなみたいな気はしますけど、はい、まあまあまあ1万だったら、はい、全然お余裕っすみたいな。大体勝つんでね。はい、まあ私は結構ぶっこんで出すっていうタイプなので、まあそこを得意としてるから、まあそこを生かしてやっていきたいなと思うんですけど、その前にちょっと今回大崎さん初めて絡むんですけど、めんどくさそうだなっていう、はい、ちょっと距離感も難しきゃ、あの感じをどうこう裁くべきなのかなっていうところの方をまず考えて行動していかなきゃいけないなって、さっきオープニングやって思ったんで、まあ、とりあえずこうよいしょとたまに入れる毒とそういうのを使い分けて、まあこうメンバーとのねこう中和もできるように、まあ支えていけるような立場になれればいいかなと、はい、思ってます。まあ私はパチンコスロットともに打つので、1万円の価値ぐらいはまあ本当に簡単ですね。まあスロットでダメだったらパチンコ行きゃいいぐらいの感覚なんで、まあその辺に関しては足を引っ張ることはないかなと。はい、あとは U タイム狙ったりとか、そういうところもねちゃんと知識は
他のメンツに比べたらどうかなっていうところありますけども、まあ、知識も多少ありますし、あとは引きもあるんで、その辺の心配は何もないです。あのですね、まあ、皆さん余裕みたいなことを言ってる、まあ、非常に心強いんだけども、今のご時世きっちり買っていくのって相当にこう精緻な計算とクレバーな立ち回りが必要になってくるわけじゃないですか。まあだからね、あの現場感がどれだけあるかって、僕はあのリーダーながら把握しないところがあるんですが、まあ、そこに不安を言ってこなかったっていうところは、あの大いに期待していきたいところですよね。まあ、あのそれを裏切らないでほしいなっていうのが一つ、まあ、ただね、まあ、ビッグマウスでこのまんまあのへたれるような人らではないと思ったんで、まあ、そこはおおむねに乗らせてもらいたいなと思ってます。で、まあ、僕自身が最近あの雑なことばっかりやってるから、まあ、そういうところをね、こう逆に言うと隊員の皆さん、まあ、そんな勝てるかみたいなことでぶっこんでもらえると、それはそれで僕もピシッとね、久しぶりにピリッとした実践ができるかなと思ってるんで、いろいろと楽しみにしております。はい、マジで今回のメンバーの4人まともに仕事をしたことがある人が1人もいないっていうね。なんで正直距離感がわからないんです、マジの話で。ですが、まあでもみんな実力のね、パチンコパチスローの腕前だけじゃなくて、こう演者としても実力のある人たちだってすごく聞いてるんで、そこのところをね、こう一緒にやりながらいろいろとこうね、測っていけたら楽しいかなと思ってますね。やっぱ勝ち負けは大事だけど、パチンコパチスローってのはこう楽しくやんないとね、意味がないんで、そういう現場としてもね、和気あいあいって言っちゃ超おかしいんですけど、しっかりとね、そういういい空気感をお伝えできるような実践にしていきたいかなと思ってます。まあそれはリーダーの責任なんで、そこはしっかりやらせてもらいたいと思ってます。はい。